が大事かなと思うところはちょっとメモを、えー、取っていただけたら嬉しく思いますので、えー、本日どうぞよろしくお願いいたします。えー、では、作文の、えー、書き方なんですけれども、このスピーチ作文の書き方とあとは、えー、作文コンクールでの作文の書き方、まあ、ほとんど同じですので、えー、それについて今からお話を、えー、進めていきたいと思いますので、皆さんどうぞお聞きください。ここから行きます。 私の周りにはスピーチ作文の書き方がわからないと言って悩み苦しむ学生が結構いるんです。私全然書けないんです。もうどう書けばいいかわかりません。で、作文を書いた後ですね、えー、っと、これ、王さん、この作文で王さんは私に、えー、っと何を言いたいんですかと質問すると学生が、はい、私もわかりませんという答えが結構多いんです。